皆さんこんにちは、福井県のセレクショップディスカバリーです。今回の動画では今上に着ているキャルオラインのアーリーサマーフットボール T シャツを紹介しようと思います。まあ、フットボール T シャツって聞いて、まあ、分からない方は、ね、あんまりいないと思うんですけど、まあ、どういうところがフットボール T シャツのポイントかっていうところからまず説明しようかなと思います。はい、まずフットボール T シャツ、まずこの胸のあたりにこう切り替えが入ってるのが一般的ですよね。こう、はい、で、この袖の部分にこのストライプの、まあ、プリント、この T シャツの場合はこのリブになってます。こういう伸びるリブになってるのがポイントなんですけど、はい、リブになってます。はい、そして生地がね、ちょっと厚手なのも大体特徴的ですね。あとは、まあ、背中か前にこういう数字のプリントが入ってるのが大体フットボール T シャツの王道の形ですね。これね、ちょっとこうデザインをひねってね、初夏って書いてるんですけどね、これ初夏ってどういう意味かというと、これ5月5日初夏の始まりっていう意味で、このナンバーのナンバリングが55になってですね。まあ、その意味も込めて上に初夏って入ってるっていう、この辺がね、まあ、ブランドのアレンジですよね。ちょっとね、シュールな感じがいいんじゃないかなと思います。まあ、フットボール T シャツというと、すごくハードなアメカジの印象なんで、こういうね、漢字が入るとね、すごくシャレた感じになります。はい。まあ、デザインとしてはですね、40年代の古着をちょっとモチーフに作られていることで、まあその辺からインスパイアされたディテールをこう取り込んでますね。こういう、多分ラインとかこの配色とかもね、その辺から入れてると思うんですけども、まあフットボール T シャツ自体、まあおなじみのアイテムだと思うんで、じゃあどの辺がこのキャルオーラインのフットボール T シャツポイントかというと、まずね、生地です。これ、ちょっとね、空気を含んだコットン生地を使ってまして、すごいね、カサカサしてます。すごくね、鼻離れがいいですね。こう、鼻にベトってひっつかないので、真夏に着てもね、多分全然こう、快適に着れる感じになってると思います。はい、袖はですね、七分袖ですね。ちょっと私手が短めの人間なんで、ちょっと長くなってますけど、もうちょっとこれぐらいになるんじゃないですかね、普通の方だと。はい、あとですね、このそこにスリットが入ってますね。ここにピスネームがあるんで、重ね着してもこう重ね着しやすいというか、中にこう出すのも簡単ですし、一枚できてもたるまないっていう感じになってます。はい、まあ、先ほど言ったようなこの背中のプリントもちょっとかすれたようなプリントになってるのが特徴です。はい、ここまでご覧いただいた方は大丈夫ですか。でですね、このフットボールシャツ、実は、ね、大きな秘密がもう一つありまして、実はですね、これ前でも後ろでも着れるんです。えって方いたと思うんですけど、これ特殊なパターンで作られてて、前と後ろが同じパターンになってですね、ちょっとね、今抜きますね、逆にしてみます。こうすることによってこの数字を前にできるんです。どうですか。なんかさっきのと比べると違和感あるかもしれないですけど、多分ぐるっと回るとね、多分違和感なくなってくると思います。後ろも全然その反対に来てるって感じになってないので、どうですか、面白いでしょ。このね、数字を前に切るか後ろに切るかって結構スタイリングですごく大事なポイントだと思うんで、これをね、好きに選べるってね、なかなか面白いアイデアだと思います。まあ、この T シャツを選んだ理由の一つといっても過言ではないですね。これが面白いなと思って入れたんで、他ではちょっと味わえない、そのスタイリングとか着こなしに応じてちょっと変えてもらえると、この、ね、初夏のここをね、ドンと出したい方はね、前に来てもらえればいいと思いますし、フットボール T シャツっぽい感じに来たい方は後ろにしてもらうって感じで、まあ、こっちだとね、結構プリントものの要素が強くなると思うんで、その辺好みで来てもらえればいいんじゃないかなと思います。はい。ですね。まあ、素材もコットン100なんで、入れれば、まあ、ジャブジャブ洗えますし、肌触りもいいので、さっきほど言ったようにすごく快適に着れる T シャツなんじゃないかなと思います。はい、ではサイズの方ですね。こちら S、M、L、XL の4サイズ展開。まあ私が着ているのは M サイズです。まあ、ややゆったりめですね。まあ、フットボール T シャツ自体結構身幅を広めに取るものが多いので、これもまあちょっとゆったりとした感じになってます。はい、まあ、短パンとかね、ショーツとか合わせてもらってもいい感じなんじゃないかなと思います。短パンに T シャツってね、なんかね、子供っぽいですね。七分で合わせるとね、結構かっこよくなるんで、ちょっとその辺も試してもらえるとすごくいいんじゃないかなと思います。はい、ではお値段の方ですね。これ税込みで13,200円、税抜き12,000円になります。はい、オンラインショップの方から注文可能ですので、そちらの方からご注文ください。質問等ありましたら DM、 メール、コメント欄、そちらの方からお気軽にお問い合わせください。はい、では今回の動画はこのキャルオーラインのアーリーサマーフットボール T シャツを紹介しました。皆さん最後までご覧いただきありがとうございました。